今日もテクノロジーー関連のニュースをシェアしたいいいと思います通通勤通学隙間時間時にご活用ください完全菜食主義者のためのオンライン食材店ミルクガイズは非菜食人種にも人気ヴィーガンのための食材ネットを売っているミルクガイズの CEO であるガウラブ・マケン氏は自分の会社を食べ物を買うだけの場所とは考えていない。 スタートアップの起業家たちもまた既存の食品企業も植物を使った食肉代替食品を探求し始めている今日のご時世の中では次々と新しい健康食品が生まれてくるだろうから当社はそれらのための試験場や良い品物が生まれるプラットフォームでありたいと彼は考えている。 マケン氏は食物を使った食肉代替食品などよりも顧客の持続可能な消費生活に支えるような製品を扱っていきたいと考えている彼によると実は同社の価格の40%はビーガンではない同氏はビーガンのことだけを考えているのではないむしろ考えているのは持続可能な食品システムだ うちの顧客は教育水準の高い消費者が多く自分の食生活から悪い影響を受けたくないと願っているむしろ食べることによってより健康になりたいと思っているとコメントしている現在扱っている製品はおよそ1300種類でサプライヤーには顧客に関するデータどういう人たちが好みや要望などを積極的に提供しているその点がアマゾンなど その他のオンラインリテイヤーとの大きな違いだ。マケン氏は我々アナリティクスを提供し顧客データからの学び方を教えている職員提供企業もそろそろ顧客一人一人に個人化されたビジネスを開拓すべきだからだと語るビーガン向けのようなニッチな食材でも全国的な流通のためのプラットフォームがあれば それを年商100万ドルや500万ドルのブランドに育てることができるうちはそのためのプラットフォームでもあるとマケン氏は言うビーガン向けのプラットフォームでもすごい年商が出せるんですねえー、本日は以上になります